大丈夫かな、俺戻せるかな。自信ないんだけど。おい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 。よっしゃ、ようやく心臓部にどんどん近づいてきました。このなんだっけ、ボルトリリースレバー完全にダミーだったね。なるほどなるほど。多分これ、おーすごいすごいすごい、ほらこうね、ほらギアで動いてる、ちゃんとほら、このこれがいても外せる。だってここ外せるとるんでしょ。しょうがないな、外すしかないね。あ、いきなりドンピシャ。よし、来た。よし、じゃあこれを外すと、おそらくこれがポロリンチョして、おー、あった。ネジが隠れてる。うわ、これ両方やんのか。つれえな。よし、これ右を左をになってるよね。左右ひ、ん？これを外すでいいのかな？あー、くるくる回った。おーいえ。同じとこに置いといて OK。これで、あ、外れそうだね。よしよしよし、いけそうだ。せーの、よっと。あー、外れた外れた。よし、来た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 。おーっしゃー。やったー。やっと来たよ、ここまで。投げな。うわー。だいぶややこしいね。あ、すごいこれ。なんかエンジンみたい。これ、印ついてるよ、ほら。ここの線とここの線を合わせて組みなさいっていう、これ、あれなんだね。へえ、面白い、ほら。これは、だから後ろにもあるんだ。ああ、あるね、ほら。すげえ、めちゃんこややこしい。これ、どういうこと？こう来て、ああ、これで、なんだ、ほら、ここ、これさ、あれでしょ？ん？これセーフティーか。あ、セーフティーだ。これ AK と一緒だもんね、ここがね。いやー、だいぶ複雑やね。だから、こっちは、トリガーセーフティーをただするためだけの機構なんだ。ほら。ね。ここのところね。ほら。うん。この上がってくるのを、これで阻害することによって、トリガーセーフティーが変わると。はー、わかりました。じゃあ、ちょっと、これ、外します。大丈夫かな？俺、戻せるかな？自信ないんだけど。次は、反対側を見て、ここは、うん、一応、元に戻す場所は分かった。よし。で、ああ、ここはまあ、普通のバージョン3と一緒だね。うん、要は、この、セレクタープレートがバックすることによって、ここが浮いて、フルオートモード、要は、カットオフレバーがね、下にドンって、下がらないようにね、するための機構がここにありますと。で、かつ、ここにスイッチがついてます。で、このスイッチの仕組みが、これ特殊なんじゃねえの？そんなこと、あ、そんなことはねえな。ここでオンになると、こことここがショートして電源が入るっていう仕組みっぽいね。これが、元々の電子回路から、来てる、電線ですと。だから、こいつ自体のメイン電源がここになってるんだ。うん。で、メイン電源がここで入ります。で、これがここに繋がっとったので、やっぱりそうだ、もうこいつだけでモーターの制御をしてるんだ。そういうことだね。だってこうだもんね、繋がってた、構成としては。うん。だからバッテリーの電気は一旦こう来て、バッテリーのマイナスは、直接回路に入ります。でプラスが一旦ここを経由して、セレクタースイッチ、セレクターレバーガチャって動かすことによって、こっからまた戻ってきて、回路の方に電気が入りますと。そういうことか。で、ここに、さっきさ、ここにスイッチあったじゃん？うん。これが要は、バースト機能をオンにするかどうかっていう、あれなんだね。オッケー。じゃあちょっと、ここにあまりね、時間を割いても、しょうがないので、このままね、ちょっと作業を先に進めていこうと思います。よし。よっしゃー。作業は進めるとは言ったものの、今回ね、3点バーストを、検
検知したいですと。うん、なので、スイッチにね、それなりのなんか仕組みをちょっと与えてあげないといけないなぁと思っていて、うん、それをちょっとこうバラしながらね、頭を使っていこうかなぁと思ってます。はい。ここは多分そのまま、あ、けどあれか、バラすときに邪魔だから、これね、外さなきゃいけないのかな。よし、これ外して、で、ここもポロリンチョ。あれ？あれ？あれれれ、やったった。よし、外れた。やっべー、これわかんなくなるなぁ。これは厳しい。大丈夫かな？だいぶ不安になってきたぞ。よし、じゃあ、まず分解をね、していきたいなぁと思っているんだけど、まずはね、ここのスイッチの仕組みを、頭に入れたいんだよね、気分的に。どうしよっかな。一旦ここを外すと、分解できるようになるから、いっか、先に中身やっちゃおっか。もうめんどくさくなってきてよ。よし、じゃあ、中身やっちゃいましょう。はい。よし、じゃあ、まずはメカボを開けましょう。うん。ないと何も先に話が進まない気がしてきた。すげえな、これ。はい、オッケー。よいしょ。おいえ。なんか、ついでだから、メカボ変えたいなと思ったんだけど、変えられそうだね。けど、変える理由も実はねえんだよな。余計なことすんのやめよう。ちょっと待ってよ。これ今、ポロって言ったけど、方向見てなかったな。こうかな。うん、こうだね。よし、覚えた。オッケー。じゃあ、あとは、プラスを外しますと。ういえ。オッケー。で、ここが、ポロリンチョと。おーし、来ましたね。だいぶ、裸のバージョン3に、なってきたよ。おーし、あとは、上のスライド、あ、じゃあ、もうここ外せんだな。ここを逃がしてやれば、おー、外れた！よっしゃ、来た！これで、この、シグ専用のスイッチ回路が、おー、やっぱそうだね。単純に、ここが、ここにくっついて移動してるだけなんだ。やっぱセレクターで、なんでこれをここにつけたんだろうね。だって普通さ、バージョン3ってここに2本とも入ってるじゃん。それをなんでここでわざわざ稼働するようにしたのか。なんでだろう。ここに2本入れちゃえばさ、ここでカットオフされるわけじゃん、これで。意味がよくわからんね。バシバシね、ちょっと開けていこっか。これもちょっと外したいです。よし。おいえ。おいえ、おいえ、おいえ、おいえ。よし。これで、上のスライドが、よっしゃ、抜けますと、おいえ。よし。じゃ、これで、一応開けられるようになったかな。うん。で、カットフレバーとかもこの辺丸ごといらないので、今のうちね、ちょっと邪魔だから外しちゃおっか。よし。よし。じゃあ、ハンダコテが温まったので、ちょっと、ここ外しとこっか。すっげえ邪魔なんだよね、これ。よし、外れた。オッケーです。じゃあ、行きましょう。オッペンで、やば、地震来た。おや、おや、あばばばばば、おや、来た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 、地震来た、やばい、おい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 、マジで揺れております。いやボロ屋は揺れる。まだ揺れてる。まあいいや。はい、じゃあ続き行きましょう。よし、よっしゃ、オープン、てってれー、おーイエー、よっしゃ、引かれたままっぽかったね。よし、はい、ご会長。おー、うわ、すっげー、当時物だからグリスが劣化してるよ、ほら。ほほほー、まあまあ、普通ですね。うん。まあまあ、やっぱ、まあ、結構普通のね、パッと見は普通の、バージョン3メカボックスの、中身ですね。うん、待って、加速ポートも開いてないので、まあ、あれだけね、バレルが長ければね、加速ポートはまあ、入れないでしょう。うん、結構普通のバージョン3用が載ってますと。
で、ギアも普通の18対1っぽいね、これね。ははは、めっちゃ普通やね。もうね、突っ込みどころも何もねえな、これ。よし。じゃあ、というわけで、特にね、特殊な何か、構造があるわけではどうもなさそうなので、先ほどね、紹介した、パーツたちをね、粛々と組み込んでいこうと思います。よし。じゃあ、それではね、メカを完全にバラバラにして掃除しておきました。はい。なので、こっち側もね、今、ピカピカな状態でございますと。はい。じゃあね、次、何をやっていこうかっていうと、今回ね、取り付ける T238 の電子トリガー、はい、を、付けるとは言いました。で、じゃあ、セクター検知どうすんのって話でしょ？はい。それで、前にね、シーマのドラグノフに使った、この時にね、使った、セクター検知用のセンサーをね、使っていこうと思います。はい。まあ、これね、バージョン3のね、メカボに結構合うように作られているので、まあ、ポン付けじゃないのよ。そう。だからね、なんとなくつきそうなんだけどつかねえみたいなね、状態なので、これをちょっとね、若干加工しながらね、つけていこうと思います。よし、じゃあね、これをつけていこうと思うんですが、今のところね、若干ここの上の頭が邪魔で、ほら、穴に入りきらないんだよね。ほら、こう浮いてる感じ。なので、ここを削るかなんかして、はめられたらな、まあいいかな、っていう感じっすね。はい。で、こいつはセクターだけじゃなくて、セレクターかな、これ後ろにあるの確か、のスイッチも一応兼用になってんすよ。だからこれをね、多分外す必要あるかな。多分ね、つけたままでも使わなければ問題ないはずなんだけどね。ちょっとどう使えるかどうかわかんないんだけど、一旦はね、ちょっと無視して、このままね、ここをちょっと削ってつけてみようかなと思います。まずはちょっとヤスリかなんかで削って対応でいいんじゃないかな。多分そんなに削んなくても、おっと、はまると思うんだよね。よし、あー、しまった。あんま削るとランド剥がれちゃうな。多分そんなに頑張んなくてもつくと思うんだよね。あ、ほらほら、ついた。結構簡単についたでしょ。よーし。じゃあ、これで一応セクター検知はできるはずなので、もうちょっとだけここを削った方がいいかな。ほら、なんかちょっと右が、左側に寄ってるっしょ。もうちょっとだけ削ろう。あんまやるとランドが、ランドが死ぬ。ちょっと、おー、いいね。ほら、ど真ん中に来た。あ、いい感じだね。よし、じゃあ、あとは、ここの高さをね、ちょっとほら、今、爪が当たるぐらいちょっと高いので、この高さをね、ちょっと調整しようかなと思います。じゃあ、ちょっとね、ここ高さ合わせてきます。